はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエストセンターオブジアス続きやっていきたいと思います。前回ね、海底神殿からねなぜか神竜の塔に行けたっていうね、半端じゃない展開ですけど、あ、何でも願い叶えてくれるって、これであれか、進化の基本直すのか。なるほどね。ランガーでドラケ7だね。デュラハンは8ですね。メタルドラゴンは5です。たまになんかすごいマウント取る人いるんだけど、それを紹介して何になるんですかって言うけど、実況だからね、自分が知ってる知識言ってるだけなんで、別に偉くもなんともなくて、多分やってればね知ってると思うんですけど、これ何出てきたっけとかたまに聞かれるんですよ。だから、あ、ないないですよとか、ヘルバトラーとかだったらね、ドラクエ5でさ、一番強いあれだよね、仲間なんだよね。だ、そこもさ、デスカイザーですよっていう人もいるけど、ドラクエ7なんですよ、デスカイザーって。だからレックとレックス間違えるじゃないけど、そんぐらいね、なんだろう、ちょ、思い込みって人間あるじゃん。自分ではそうだって思い込んでても、実は全然違ったりとかあるし、自分はもう確実にこれもうドラケ、ランガーなんかドラケ7にしかね、出てこなかったからね。他いなかったよな、確か。ちょっと8と9にいたかどうかわかんないけど。初登場がね、7なんですよね。ラストダンジョンとかに普通にいるからね、あいつはね。煉獄魔長がいるとこね。フライングデビルの色違い。なんかドラクエ7のプレステ版、バグなんかわかんないけど、結構まあ序盤でもねえか、中盤までいかないかな。ダーマ神殿とこ、フライングデビルが出てくるっていうバグあんねん。話す角度によって。スライムナイトなんでしょうけど、多分、グラフィックがフライングデビルなんで。で、あんなのさ、結構後の方に出てくるから、すげえ強えのに。自分動画で出してますけど、場違いなやつみたいな。そこもショート動画で出すか。ビビるからね、あれはね。天の門番いそう。そういえば大魔神とかでも、あ、行ったそばから出てきたし。後ろ振り向いたら待て、これキラー魔神がもしかしたらいけるか。これ神竜のとこまでとりあえず行ってみて、寸前で戻ってあれか、キラマジンが戦ってみるっていうのもありだよ。これボコボコにやられたやつだね、自分が。強っ。後ろ振り向いたらまずいやつ。凄まじいなこいつ。もう倒せんだ。ほとんど最強クラスですね。まあ神竜いいんだろうな。さあ、キラーマジンがすっかり忘れてたわ。そうだ、いるなあいつ。あ、ブーメランか。え、何スーパーノバって。ヘキサグラムも作ってないのにスーパーノバ入っちゃったよ。ハイパードバ多分どっかあるね。そこまで攻撃力高くないからね。こいつ怖いんだよね。おお、金塊落とすんだ。今のはちょっと嬉しい。地獄の騎士。いやー、満月流のリング落とすし、すげえな、しびれないですねあれ。だから、あ、満月王は、あったあったあった。
マジか、あんなの入んだ。うわ、こんなとこに悪魔神界よ。ドルモーア使ってくんで、ここは。これ仲間入るやつだ。だから、すげえ。攻撃力は全員上がってさ。うわぁ。これ仲間入ったら、だいぶ違うね。悪魔神官仲間入るみたいだからね。あぶねえ、ここ怖っ。まあちょっと、まあいけんのかどうかわかんないけど。こことあとキラーマジンガだね。あいつはどうなんだろうな。神竜とキラーマジンガちゃん、まあ神竜がいるんでしょうね。ついたな、完璧。ここいるね、見えるね。さて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 、早く来たな。ここまあここまで来れるってことは、多分神竜は倒せんのかなっていうレベルなんだとは思うんですけど、どうだろうね、そこは分かんないよね。ちょっとキラーマジンガー挑戦しようと思います。それか、まあ、40、多分レベル50最大だと思うんだよね。ここにさ、移民とかいるじゃん。移民の町もちょっとでかくしたいんだよ。あと一人一人入ったらでかくなるような気がする。強さ的に十分な取れなくなるんだから、ブレス系を、そっか、ブレス防げるのがドラゴン系か。あー、軽減数のフバー派なんだけど、フバー派使いのがいないからどうしようかなって今考えてるんだ。装備品、おしゃれ装備でどうにかするしかないよね、これはね。この左の島だね。多分あの、へその奥まだ続きそうだから、多分あるよね、あれ以上ね。キラーマジンが多分いけと思うんだけどな。大魔神とかすげえ強かったのよ。そんぐらいの息だったから多分いけと思うんだけどな。神竜の塔はまあ一番上まで行くの本当に5、6分かなとは思ったけど、その通りだったね。そうだ、これあ、御鏡だってあんじゃん、ここに。そうだ、魔法の鏡。おお、すげえ。セーブできないか。金のブレスレット。炎か雷。どうすべきだ。御鏡の盾もそうだけど。グリーンガムの鞭とかあんのかな。やまびこの帽子があと4枚。ああ。スクルトがないもんな。あ、いけるね、多分。いけるいける、全然余裕じゃん。余裕だけど強いわ、やっぱこいつ。トラスライムの冠、小さなメダル、グリーンガム、カルベローナの杖。なりにくい系はね、踊る宝石しか入ってないからね。ちょっとレベル45になるまで神竜の塔行ってみる。あ、それか、
こニルガトの右にさ、ギガンテス出てくるじゃん。そこら辺でちょっとモンスター仲間入れるって手もあるよね。これも入るみたいだね。ギガスラなんかいらなかったわ。ペローンって入るかもしれないね。キャラクター、そう、キャラクター集めるとか言ってんのにね。仲間に入れて、あ、左上にもなんか、そういえば落とし物あったね。仲間に入れて、あとオアシス、あと二人、もう一段階でかくして、スカルボン。仲間入れてオアシス一段階でかくして、魔法の鏡取りに行こうか。まあ、三鏡の盾作れるんだけどね。まあ今手に入れたけど、作ってないからまだ一回も。作ったら作ったら印つくじゃん。それで魔法の鏡もう一個手に入れればアイテムはとりあえずコンプリート的なね、話にはなると思うけど。あやかしそう手に入れた。なんだっけ？三鏡の盾。これないおかげで作れなかったなっていうの。なんだっけ？鎧、服だったっけ？あ、これだ。はい、闇の衣もできました。天使の相馬。賢者の聖水、星のかけら。光の石か。ああ、飛べれば楽なんだけどな。ここはもう敵全部捕まえたからね。レノファイターも仲間したね。この辺りのね。もうさすがにキラキラ光ってんでしょ。魔法の鏡。また頃合い見てね、拾いに来ればいいからね。なんか早くなかった口やすいんであいつ。オアシスはもう本当に行ったり来たりすれば誰かしらいるでしょうからね。あと2人ぐらいだと思いますけど、精霊石ここに1個あるね。光の石を拾いに行って、星のかけら拾ってもいいし、次回は神竜戦かな。さすがにね、だから神竜に願い叶えてもらうって言って、多分進化の秘跡元に戻すってあるんだと思うけど、嫌ってろ。よし、いや大変だったこれ。あと、ここに行って行ったついでに右に誰かいるか、いない。ここの大陸沿いに、光の石もそうだけどね、人食い箱がいる島が一箇所だけあって、多分仲間入るのそこしかないんだよね。そんなの入れとけばあと楽なんだけど。この人なんか言うかな。ないか。ここに多分光の石とかなんかあると思うんだけどね。あと世界樹の木のところにもね、なんかいるかもしれないね。
あれ光の石どこなかった。あれ光の石なかったね。あとは、ここの教会に行こう。多分ジエーベルだと思うんだけどな。あとな、いないね。一回戦闘しないとダメ。違うよね。あ、カムクワットだった。カムチャッカファイヤー。いきなり湧いてるからね。あと一人ぐらいか。でギガンテスかなんか入れて終わればいいかな。大きくなってない？なってないか？ここにもう一つ。ここのお店って、町の住人によってやっぱ変わるんかな？あと一人一人だと思いますけどね。もう片端から行くしかないね。はい、ドラゴンメタルがあのジエーベルの下の方にいたわ。それで行ってない場所を一個見つけた。この洞窟知らないんだけど。え、いつこんなとこ開通したの。長かった工事も完了した。我々の希望形になったのだ。ついにファスモールガイナトンネルが開通したぜ。これでお互いの交流が始まって活気づくってもんだ。そんなん知らなかったし。またあの井戸なんだ。あれなんもないんかい。あれ？さっき上あったよね。あれ？あれ？さっき上に道あったよね。何年ゾンビマスターなんて初だし。え、さっき道、なんで、え、ちょっと待って待って、どういうこと？え？なんだ？え、ちょっと待って待って待って、さっきの何だったの？なんか井戸に入ったらおかしくなったけどね。これでジエーベル行けるようになってんのか。開通したぞって聞いて本当はここ来るんだろうね。いた。ドラゴンメタルとかってあるはずなんだけど。ここら辺ここら辺の敵多分合ってないね。
あー出たね、ダークドリアードだ。だいたい図鑑埋まってきたけどね。ハテナがもう、あ？海だね。これどこだ？ちょっと図鑑だけ埋めちゃおうか。ディロアの上の方だな、多分。すげえよね、つい最近までこんな町の名前聞いたこともないのに、名前聞いただけでどこがどこって分かんない。まあ本当にね、 RPG ってそんなもんだよ。やればやるほど分かるから。出た、これ初だ。エビルタートル。あと死神貴族出たのって、間違えた。あいつは仲間入んのかな。ドラケーセブンだとエビルタートルの心ってあるけどね、セブンだねあいつはね。あと、エビル、ん？あ、いたいた、これだ。仲間にならない。一人増えたけどまだでかくなってないよね。ここ見れば分かっからね。あ、でかくなってるじゃん。精霊装備が売ってる。あと多分ここら辺に建物もう一個できそうな気がする。まだ最大じゃないの？どこだっけあれ、エンタットの上の方か。死神貴族出たのってこの上だもんね。だからそこら辺で、あれどこだったっけ、ここら辺じゃなかったっけ。スバーサの台で落としたよ。スバーサ乾燥できんじゃん、ここで。ここら辺だな。なんかここ怪しいんだけど。死神貴族がちょっと出現する場所、この辺りだったよな。まあ神竜いけそうな気がするけどね。お金もだいぶ溜まってきてるから全部魔法の、あ、2万も溜まってるじゃん。何でも買えますね。なんかギガンテス仲間入っちゃった。洞窟、もう一匹探してたんだけど死神いた。アイアンタートル、あ、ここにいるのか。アイアンタートル初だね。こいつだ。これも仲間入るみたいだね。死神貴族。
なりにくい。なんのかこいつ。ここだね。これも入るからね。スプリンガーとメガザルロックも入るからね。わお。何しに来たんだよ。何しに来たんだよ、あいつら。世界樹の葉を落とした。これも入るもんね。あ、倒したか。ブリードが、待て、いいんだよな、この2つで会心出やすいからね。アルスが45まで上がるまでやってみようか。なかなかやるね。なかなかなこと押してくれんね。ああ、もうちょっとだな。アイアンタートル出づらいね。なんか落としていった。何しに来たか分かんない人がいるね。ちょっとセーブしよう。ギガンテスレベル1200。いやー、ずいぶん上がってますね。もう一匹ぐらい欲しいな。あそこだ、天空の塔だ。この音楽よ。すげえピアノ弾けるようになった気分になるよ。自分で案内弾けるようになったらいいよね。音ゲーとかさやるけどさ、楽譜は読めないからね、自分。これがないですよっつってさ、それを一日学べば覚えるかもしれないけどさ、なかなかそういう機会ってないじゃん。学べる機会があるかないかじゃん、覚える覚えないって。だからそれで一日で覚えるものでもさ、覚えられなかったら10年以上覚えられなかったりとかするでしょ。そういうもんだよね。ここもハグレメタルいるからね。じゃあ次回は神竜行きましょうか。多分あれ神竜だからな。ここになんか出る率高くないね。
周り邪魔なんだこれ。ポストロードの仲間になりますからね。ポストロール、バトルレックスか。これだ。真空濃度。なんだよ、開始に出ると思って。はい、始まった。おまけが邪魔だね。入ってくれたら嬉しいんだけどな。アルスが45になったら今回終わりますね。45になるのが先か、仲間入るのが先か。あといくつ？あ、あともう経験値2000です。まあ本当にこういう感じで目標を決めてやらないとね。いけるかな。よっしゃ。45なんて入ったらもう最高だったんだけどね。まあ今回ここまでだね。まあそんな都合よくないよ。ということで次回は侵入か。侵入の道の道中でなんか仲間入るかもしれないけどね。まあ、ギガンテス入ったからいいでしょう。はい。よしければ、グッドボタン、チャンネル登録、X のフォローなどしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。